昨日打撲した左腕の痛みはだいぶ取れてました。頭は触ってみると傷があるようですが見えないんでよくわかんない。少々痛みもあるがなんとかなるでしょう。金星峠までの道はなかなかの激坂でしたがなんとか登りきりました。金星トンネルを抜けると群馬県、気持ちよくかつ慎重に下ります。そしてまた登り始めて鳩町峠。しかし6月末まで植生保護のため私物さんは入山禁止でした。鳩町峠にテント場はなくて山荘に泊まることにしました。雨です。下って登る金禄峠は鳩町峠より少し高い。レインウェアを着ての登りは辛い上に不快です。下りに入ると今度は濡れた体が冷えて寒い。藤原湖から宝珠台まではまた登り、これが激坂でした。